海外ドラマにダークヒーローが誕生だ。全てを失った男が家族のために蘇る。ヒーローとは耐えることだ。ザ・ケープ、漆黒のヒーロー。平和な街の至る所で犯罪者が害虫のようにはびこり、その数を増やしている。ヒーローが必要だ。彼の名はヴィンス・ファラデー。誠実で正義感にあふれる警察官。ファームシティ警察が警戒に当たる中、新しい署長を殺すという脅迫がありました。脅迫したのはチェスと呼ばれるマスクの殺人鬼だが、汚職と腐敗が蔓延したこの街にとって彼は邪魔な存在だった。これは L9 という化学兵器だ。ロス署長はこれで殺された。君は経験不足からキングの守りをおろそかにした。すなわち君の家族。家族に手を出すな。やがて鑑識結果が発表される。殺されたロス署長の爪から君の皮膚が見つかったとな。現在アークコーポレーションの警備員がヴィン・ファラデーを追っています。ママ、ファラデーどうして追われてるの？社会から抹殺されたヴィンスは漆黒のケープを身にまとい、戦うことを決意する。人間の肉体と精神の限界に挑戦できるか。全ては愛する者を守るため。奪われたものを全部取り戻すまで俺は戦いをやめない。普通の戦いじゃない。私も力になる。この街を取り戻すの。ザ・ケープ、漆黒のヒーロー。どうだ、スーパーヒーローになった気分は？痛いよ。キーワードは、つ